熊本市の中心街、大通りに面したベンチに座るワンちゃん先生が迎えてくれる龍之介動物病院。ガラス張りの院内は動物病院とは思えないほど明るく、特有の匂いもなく、多くの手術室と最先端のリハビリ機器を備え、さらには動物専門学校を併設し、西日本一の規模を誇ります。このように設備が充実した建物にした理由とは。東日本大震災の視察に私行ったんですよ。で、視察に行ってもう思ったことは、やっぱり動物の命は人間の次なんだなと思ってですね。で、災害して救助されて、そのワンちゃんとか猫ちゃんの行き場所がないっていうのを知っててね、飼い主さんで一緒にいれないんだと思って、その現状がね、非常に不自然で良くないと私は思いましたよ。だからやっぱりワンちゃんと猫ちゃんと飼い主さんとみんなでこう避難できる場所が必要だと思って、絶対同伴避難所っていうのを作るべきだと思った。地元の方だったり、熊本に地震なんか来ないよというようなお声だったり、そんなこう大きな投資をしてというようなお話だったそうなんですけれども、実際ここが建て替えがあってから2年半後にあのような大きな地震が来ましたので、徳田院長の予感は的中してしまった。大災害など無縁と思われていた熊本で震度7の地震が起きた。大混乱の中、徳田院長は発生後わずか2時間で SNS で訴えた。龍之介動物病院はペット同伴避難所として開放します。とにかく一瞬で人がわーっと押し寄せてきて、本当ここも座る場所がないぐらい で皆さんやっぱりペットを連れられて行く先がないっていうのもありますし、まずここが一つ明かりがついてたと。この状況見て、この状況と、これが骨折かな、これ脱水です、点滴してます、この子もそう、脱水、ワンちゃんも見てね、ここは特に重症な子が結構入ってます。さっきのも重症なんだけど、 ICU の酸素が1、2、3、4、5、6、7、7室しかないよね。はい、じゃあとこの辺もそう、点滴してる子がいっぱいいます。初のペット同伴避難所には1日200名、延べ1500名の飼い主さんを受け入れることになりました。徳田院長はこんな混乱の中でも冷静かつ迅速に指示を出し続けました。学校の教室を避難所として開放し、犬エリア、猫エリアを分類、生徒も含めスタッフをチーム分けし、1日1回対策会議を開き、一丸となって1ヶ月に及ぶ避難所生活を乗り越えました。また指定避難所でなかったため支援物資が届かない中、徳田院長は SNS で呼びかけ続け、犬猫用も含め全国からたくさんの物資が寄せられました。まさか熊本で、まさかこんな大きい地震が。徳田先生はすごいいい方だし、なんかいつも親身になって考えてくださる。スタッフの方もすっごいなんか可愛がっていただいて、ここに龍之介があってよかったなと思ってた。どうしても体育館とか入ってると犬とか猫嫌いな人もおりますからね。でも吠えたらするじゃないですか、とかおしっことかね。あまり知られていませんが、ペット同伴での避難所生活はとても肩身が狭いものと飼い主の皆さんは口を揃えて言われます。鳴き声や匂いなどから他の避難者の目を気にし、やむを得ず廊下で過ごしたり車で過ごしたり、避難所での共同生活は難しいことが現状のようです。熊本地震というのは本当にね、すごくいいチャンスというか投げかけというか、災害動物のあり方のきっかけ作りにすごくなってますよ。東日本の時は本当に全然ダメ、もう話にならないぐらい動物のことはもう2の次3の次でしたもん。熊本地震とかそれが問いかけが結構出てですね、同行避難は結構やっぱり良かったですもん。スピード感とあと熱意を持って結構コミュニケーションも取ってくれるので、いろんな意味で本当尊敬できる。ビジョンっていうんですかね、もう先のこと先のことを考えられてて、次に何をすれば
もっとこう動物たちの地位が上がるのかとか、何年後には学校を作る、何年後には大きくするっていう、もう本当にそのまま来てるような形ですね。助けられる側じゃなくて助ける側に回った方が元気が出ますよね。みんな同じ災害を受けてるはずなのに、お世話する人たちは結構やっぱ元気ですもん。自分のワンちゃんを助けなきゃとかね、自分のワンちゃんを何とかしなきゃとか、飲み水だとか食事を確保しなきゃとか、一人だと待つんですよ。自分のワンちゃんがいると自分のワンちゃんを守らなきゃと思うから、自分たち飼い主さんが動くんだから、ここに来る避難する人たちは結構元気ですよ。だから守るべきものがある人っていうのは人は強くなるんだというふうに思います。飼い主さんが動物に支えられてるんですよね。だから病んでるのは飼い主さんですよ。自分のワンちゃんが怪我して猫ちゃんが死にそうで、実はそのワンちゃん猫ちゃんっていうよりもその飼い主さんが心が傷ついてもう精神的に病んだ人たちが来るんですよね。だそれを助ける、動物を助けるのがイコール飼い主さんを助けるね、人を助けるのが本当の仕事だと思いますよ。